します。本線、三軒機関室より、火災が発生いたしました。ただいま初期消火に失敗し、酒田海上保安部に救助を要請しました。巡線鶴見より、消火訓練が開始されます。鶴見による放水が開始されました。今回初めて飛島沖で実施したんですが、まあ、とりあえず予定した、訓練を無事消火できましたので、よかったと思います。大掛かりな訓練は年1回なんですけど、日頃例えば消火訓練ですとか、救命胴衣の付け方ですとか、そういった個別の訓練を、繰り返しやっていくことが大切だなというふうに感じました。幸い火災ですとか大きな事故は起きておりませんので、引き続き安全で快適な定期航路の運航に努めてまいりたいと思います。